次に、フットワークの説明をいたしますが、最初の場合には足を右足から左足からと、言わないで自由にボールのところへ早く行くようにしてください。ただボールの打つ時には必ず軸足後ろ足がしっかり決めて、そして前に踏み込んで打つように必ず、軸足の設定を気をつけるようにして言ってください。それからボールを打つ、それから打った後までのことを考えると、軸足を決める、そして前足を踏み込んで、そして回転をする、そういうのが、まずフォアハンドストロークの、手投げでの一本打ちをします。これは